うわー、聞いた。76マイナス5センチ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹の力を抜いた時とお腹に力を入れてへこませた時、ほとんどの方がだいぶ違いますよね。多分お腹をぐーっとへこませると5センチぐらい簡単に引っ込むと思います。ですが、その姿勢を作る筋力がないためについついお腹を出してしまう。立ってる時や座ってる時にお腹の力を抜いた方が楽って思ってる方は、今回のメニューがおすすめです。なぜかというと、今回のメニューを行うことによってお腹のへこんだ姿勢を手に入れれる。それに加えてへこませるための筋力がつくので、日常的にお腹を出すことよりもお腹を引っ込めた方が楽な状態が作れるんです。何をするかというと、日常的にやらない動きです。それは足を後ろに動かすことです。日常的に歩くときって体を前に動かしながら足が出ますよね。ですが、後ろに歩こうと思うと体を後ろに倒しながら足って出ませんよね。足を抱えて後ろに出すと思います。要するに足を後ろに動かすってことは、腹筋を使いやすい腰を丸める動きということになります。寝たまま足を後ろに動かすだけです。これだけで下腹をへこます姿勢が全部身につきます。今日も一歩前進しましょう。まずは動きに慣れるために、足を交互に抱えていきましょう。腰をずっと丸めたままです。スマホ見ながらでいいです。交互に足を抱えて、股関節周りをまず動かしていきましょう。首疲れる方は寝たままでもいいです。腰に隙間ができないように足を動かします。OK です。今度は起きたまま両足伸ばしたらすぐ曲げます。できれば体は起こしたまま、きつい人は寝てもいいです。足伸ばしたら腰に隙間ができちゃう人は足を斜め上でもいいです。自分のレベルに合わせてやっていきましょう。できる人は起きたまま、OK。 今度は起きたままで足を自転車逆回し、これでしっかり下腹を使うことがねできてます。しっかり起きれる人は起きて、辛いよって人は寝たままでもいいです。腰に隙間ができないようにだけ意識してください。たまに起き上がってたまに寝てもいいです。足を逆回転、 OK。 これあと2回で終わりです。腰に隙間できないように行きましょう。頑張れる人はぐっとね、足を抱えるときに上体を迎えに行く感じでやるとさらに効きます。OK。 あともう一回通りです。さあ頑張ってみよう。できる人はグッと起きる、辛い人は寝たまんま、お疲れ様でした。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。